今回ですね、BE:FIRSTさんのオフィシャル TikTok からですね、大好きな BTS さんのタイララバンタン踊ってみたということで、曲も振り付けも最高すぎると。これは、リュウヘイちゃんかな、おそらくな、というところで見ていきたいと思います。収録ボタンをファイということで、まずはリアクションを取らせていただいて、その後にですね、リュウヘイくん、そしてソウタくんのダンスをお話ししていきたいところでございますので、よろしくお願いいたします。著作権の関係ありますので、音はこちらで聞かせていただいてというところになりますので、ご了承ください。Let's go!おぉ、うん、いい、ウェイ、レッツゴー、おらおらおら、素晴らしい。まずやっぱり龍平くんのダンスについては、やっぱりそのニュアンスの伝え方がめちゃくちゃうまいっていうところで、ここの入りの例えばヘッドロールの部分ですね、この一瞬なんですけど頭をくるっていう風に回していくじゃないですか。これがタイララバンタンの一番最初に入るこの頭をぐるんってこう入れて首を回すんですね、こうやって。でその回す勢いを使って体を左側に向けていくっていうようなその使い方になっているっていう、ここでまずは軌道の美しさ、滑らかさから注目ポイントになりまして、この乗ってく部分、腕をブンブン振っていくっていうところよりかは、少しこの胸のここの使い方ですね、ドゥン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 っていうふうに、ちょっとこの中側で踊っていくという、でその中側の体のこの前後の動きと腕をこうリンクさせているので、こういう使い方ができるのがやっぱりね、お上手なポイントだなっていうふうに思うんですよね。ちょっと腰もクイックイックイっていうふうに乗ってるの分かりますかね、このあたり。これ要するにこのシルエットキープして目線を前にキープした状態で、この、まあ、肩のあたり、上半身、胸の部分の肋骨のあたりですかね。と、腰のこの骨のあたりで一緒にこういう風に乗ってるっていうところになるので、腕振ってるっていうよりかは、腕と共に体の中でもリズムをランっていう風に撮ってるんですよ。で、ここも少しコンパクトめに乗せてるなっていうような印象を受けまして、本家様たちのパフォーマンス見ていくと結構もうブンブンにも乗ってくんですよね。そのブンブンなパッションに合わせて、その中のグルーヴ感も一緒に見せていくっていう、結構アグレッシブなダンサーになっているんですけども、少しそこに対して落ち着きっていうところと、その質感を重視で踊っていくっていうのを選択したのが、この龍平ちゃんのダンスかなっていうふうに思って見てるところがありますね。で、この前行った後の後ろに乗っていくときに、ほっていう顔してるじゃないですか。ここでもまたニュアンスを変えていくっていうところがあって、下から階段をこう登っていくかのようなニュアンスでこう踊っていく部分があります。ここ一回頭下げて、上げて、胸上げて、みたいな風に下から上に登っていくような雰囲気を見せていくんですね。そこら辺まではしっかりとこのニュアンスで上がっていくっていうところになっていて、一貫していて、でその後の前行って後ろ行って乗っていくとき、ここでまた少しだけ世界観を変えてきています、龍平ちゃん。この前行った後、ここからワンツーっていうところで少し優しく乗っていきます。さっきまでは前へ前へのイメージがあったんですけど、今度はこの右足側、後ろ側に乗っていくっていうところで方向性が変わっていくんですね。チェンジがうまいなというふうに思いますね。で、ここの乗り方の部分では、大先生の乗り方だったりとか、まあ、ジミンちゃんの乗り方だったりとか、ちょっとジミンちゃんっぽさもあるかななんていうふうに思いながら見てるところもあります。ちょっとね、リュウヘイちゃんには大好きな BTS さんたちの楽曲、例えば過去の曲とかも踊っていただけたら嬉しいなというふうに思うというか、結構そうすると日本にいらっしゃるアーミーの方たちにも注目していただけるんじゃないかなというふうに思いますので、このリュウヘイちゃんのその存在っていうのは大きく知ってもらえるんじゃないかなというふうに思いますね。お次、ソウタ君見ていきましょうかね。ちょっとここに関してはヘッドロールっていうよりはここの体全体でこう回していくっていう、またちょっと違った音の聞き方というか、表現の仕方をしてますかね。ここめちゃくちゃ腰乗りにあえてフォーカスをするという、ちょっとしたこうテクニックを入れてくるんですよね。
ちょっと一個前出るときにもうこういうノリになるっていう、解像度を少し高めて踊っていく感じはあるかもしれないです。本家さんが 4K で踊ってるところに対して、その動きをもうちょっと僕は、解像度を上げてみたいので、6K で踊らせてもらっていいですかっていう雰囲気がちょっとあるんですね、こういうところに。その、本家のダンスに対する、その、何でしょうね。その技に対してのこだわりをもっと深めてみましたみたいな、踊り方になってるからっていうところで非常に素晴らしい。で、ここは手元を出していきながら、あえてこの手元のこのノリをスルーさせて腰ノリだけにしていくっていうところの、ここの選択肢のね、やっぱ選び方がね、多分これ、ちょっと自分で変えて、あ、多分腰だなっていう風にやってるんですよ。フォーカスしちゃうっていうその腰の方のノリに。で、目線もちょっと足元行ってるじゃないですか。こういうのはね、ちょっとね、上級者の遊びですね、本当に。バンの部分で、バンじゃなくて、バーンにしてるところとかね。上級者の遊びですね。なんともハイレベルなテクニックというか、遊び心とリスペクトと、めちゃくちゃいいですね。多分これをもしかしたらね、可能性的にはゆくゆくは、BTS のメンバーの方たちも見てくださる可能性も全然ありますので、ぜひぜひちょっとね、バンタンの過去の曲とかも踏まえてやっていただけると、ぜひぜひ嬉しいなっていう風に。龍平ちゃんとかはその K-POP 好きっていう、もうその気持ちだけで全然他のグループさんのダンスとか踊っちゃっていいんですよね。っていうのもありますし、ソータくんのその解像度をもってして、あえてその K-POP の曲をソータくん風にまたアレンジして踊っていくっていうのも面白みの一つだと思うので、ぜひぜひこの切り口で、あとはまあ他のメンバーの方たちのも待っているというところでございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。